さルシファーと名乗っていますが、ピエロです。ピエロさんです。ピエロです。名乗っていますがピエロです。もう自他ともに認める、はい、ピエロさんです。はい、ピエロレミーです。ここ自信があるんでしょうかね。どうなんですかね。やっぱ前陣だとスタンチが短い分ちょっとね不安要素はあるんですが。不安要素ありますかさ。投げて。ダイソマン、これは確定なんです。リープ。さあリープ投げて。投げて。まあ無理はしませんに下がる。さあしっかりとルグレはブロっていく。ルグレは絶対に先端当てですね。ブロって。最後はブロ。長くラップ。さあ出し投げ。投げて。さあソニック。ソニック。さあちょっと下皿投げて。ちょっと様子を見ながらリープ立ち番グラップしている。さあ体力お互いちょっと、ルシファー有利かな体力は。さあルグレア先端。さあただ国流も電陣ゲージが溜まってしまう。さすがのダッシュ投げルシにやっぱ距離間違いないですね。さあここで思い切って L 投げで一気に画面端。さあ上体育ダッシュで無理はしない。絶妙な距離を保ってます ね、 そうですね。無理しないですね。さあここもグラップをしない。さあ体育が早い上を見ている。プラス今球を投げた後のサマーなんでこれはため分割じゃないとたまんないんですね、はい。まあ、あとね何がやっぱ注目って言ったらやっぱルシニーのなんですか安息が決まった時の決めポーズにやっぱ注目してほしいですね。早いがしっかり地上ぐらい。さあ入れ込んでしまうが小足台様でしっかりかくわん。あーそこが決まった時のルシーのポーズに。さあ1本は取られてます。ちょっとゲージをね、溜めながらと。さあ波動拳。さあこれがファイナルラウンド。さあこれねもうスタンチがね短いんで、ね、ちょっと食らっただけであの電磁3でピヨっちゃうんで何も食らえない状況ではあるので何も食らえないんで。ダッシュ投げはグラップ。さあしっかりグラップして EX ソニック、ソニック上ソニック距離を絶妙に調整する。ソニックマシンガンでしっかり寄せない。さあうまいこと位置を入れ替えて飛びは見えてる。ここちょっと漏れてしまうがいいか持ち前のレバーガチャ力。ルシーに暴れて。ここは落ち着いてお互いにやっていく。 EX マシリさあ打っていく。 EX マシリここは距離を取ってスタッチを稼ぐダッシュ投げ通る。不意をつくダッシュ投げルグレ全部当たっているが円柱盤出ました出ました。出ましたルシーあれがルシニーの決めポーズ出ましたね。あの手がいいですよね。あの手がやっぱアーサク食らった瞬間に手がこう出てくるんですよ。そうずらし押しでこう出るんですよね、はい、ジャラッそうあれがやっぱいいんだよな。でも昨日の試合で見てたんですけど、はい、出てないのにやってましたから。あ、まだルシニー出てねえっすっつって。なるほど。さあ先方じゃないか次方が、ね、ルシニー勝って、さあここは翔雲が出てきましたね。そうですね、SHO の雲、これはもう今もう全員一候補筆頭だと。そうですね、あとね、何しろね、コンボが高い、コンボ高い、そしてね、やっぱやり込みの男なんで。そうですね、ここはやっぱ大会にも強く、見せてくれるんじゃないかと。そのゲージのコンボの高さに、まあ、注目してほしいかなっていうところですね。あと要所要所の選択肢、うん、ただね、ルシニーもね、優先かなり仕上がってるんですよ。優先がかなりうまいんで、ちょっとこれ見物かなって感じしますけど。さあこれ地方戦ですね、1ラウンド目スタート。さあここでさあ翔さんはカラーがちょっとノーマルカラーですね。そうですね。さあ中鉄はしっかり振ろって下ダイパン最大打撃こうじゃしっかりガード中足振ろって中足でしょ。さあゲージ発動ゲージが溜まるバックステさあサーバー暴れで蘇っていく中鉄。さあルシニーの勘がさよくなるルグレ。さあ距離を間違えない。さあライキはしっかり振ろっているルグレ。ここね中盤で溜めてるとこういう風にルグレ食らっちゃうので。そうですね鼻がちね。さあ EX マシリ。さあここはまたゲージが溜まっていないのでそこまでのでかい格好がならないが垂直ジャンプしっかり上をルグレバックステ壊し壊ルグレ。さあ金コパンにはならなかったのでターゲットに行けず弱鉄で、予防線を走っていく。さあとここでここはこけてしまったが EX 距離を取るがこれは届かない。大盤さあここはしっかり暴れていく。さあルーグレさあルーグレがしゃがみ中継に刺さってしまう。一本転収したのは、ピエロレミ。いや違います、ルシファー。違いましたごめんなさい申し訳ない。ルシファーレミですね。シンタさん気をつけてください。申し訳ないルシファーです。ソニックこれ上をしっかりケアしながら手前押しもしっかり落としてるんですよ。さあターゲットここ技術が光りますね。さあ弱鉄から発動して扇風客扇風客しかし
まあ大きなダメージはなく事なきを得たが、ターゲットから大ゲッシュ入って大パン。ここはゲージを貯めていくスタイルですかね。引っかかればいいのかなと。まあ、向こうもゲージが溜まってるの で、ね、これも完全にゲージを溜めていきますね。さあここは一点読みの早めジャンプ大一般を出しましたが、しっかり飛ばずに我慢した翔雲。さあお互いゲージがフルマックス。ソニック、さあライティ、さあ投げて、さあここで発動して、さあコボクが入ってしまう。これはでかい。打開絶勝、中絶、下道場2勝。さあ一気に、さあここは、さあここはしっかりと弱鉄をブロっていく。リープ密着、リープ。さあ緊迫した空気の中、密着からちょっと距離を取る。リープしっかり立ってるぞ。怖らしい円柱バーバレは前ブロでケア。あーっと一点読み。あーさあ怖らしい、刺さる。ルーシーニーが強い。ルーシーニー勝ったのはルシファーレミ。いやさすがですね。いや読み合いが光りますね、お互いの。さあここで残ってるのがヨモダ抜きボスト。とんでもない奴らが残っていますが、まあなんかね、ボスさんがルシニーにあんな負けてるとこ見たことないですけど。いや、うん、さあさすが、やっぱ来ますね、うん、ただボスさんが剣なんで、はい、やっぱ来ますね。ルシニー不得意ないんで、基本的には。あ、本当ですか。さあ、飛び役打って中盤の強い、出し投げ地獄車、画面端、一気に画面端。さあ、ここは投げはめですね。しっかり貯めて、ターゲット。あんなターゲットあんだ。バックステに中足が刺さる、出し投げ。サイド、画面端。さあ、ユックスマッシュで切り返す。中足信頼。ここはデッドですかね。さあ、まさかクラップ、出し投げ、移動投げ、ハドゲン、中足ハド、ルグレ、しゃがみに食らう、中足ハド。これ確定の中足アドですね。もしかしたら弱勝利は使ったかもしれないですね。そうですね、弱勝利は多分使ってましたね。距離が離れたんで、ここら辺の判断はさすが、判断が早いです。ダブロって、さあ、あの、ジャンプダイパン、はい、あれ非常に食らえない技なんですよね。そうですね、しかもブロしづらいんですよね。そうなんです。投げて下ブロ。さあここでルシニーが緊中系ノーキャンセル、たまるところ大勝利を出していく。怖い怖いイクサード。ソニック、ソニック、さあ、上を見ている。ハメ弁活しっかり。さあ、ここは差し返す形になった。さあ、ここは読み合いになるが、さあ、PA で攻撃力が上げて、さあ、送らせ EX 様。なんとルーシーに読み合っている。あそこでルーシーは最速、まあ、リバース EX様暴れを読んで、うん、読んでちょっと送らせたんですが、ね、相手もそれを読んでいたと。さあまさかのあるのか。さあ当ててが、当て感がすさまじい。虫に仕上がったのか。さあ体育も速いぞ、体育速い。さあソニックマシンガンからリグレイエクサード押し込んで、イエクサードはガード。さあ中足、中足。さあゲージがないので、お互いにゲージがないが、さあ高めジャンプ台形中台。ここはしっかりガードしている。リグレが刺さって、これは繋がらない。ゲージが、さあ速攻決めて、さあルシニーが行くのか、行った。ルシニーが行く。中継勝利をしっかりガードして、中盤サマーレ各班だと勝ったのはルシニーですね。ルシファーのピエロ、ピエロじゃない、さあルシニーに倒します。さあヨモダなのか、ここはまたまた抜き進塁なのか、王者が出てくるのか。まあでもどちらもね、全然そうですね、切るとは思うんですが、さあ出てきた抜きチュンリー。結構大会でルシファーレミーが、はい、あ、そう、チュンリー勝ってるイメージありますね。倒してるイメージが自分はちょっとあったですね。確かにあります、あります。どんな戦い、まあ立ち回りを見せてくれるのかと。まあ相手はでも最高峰ですからね。そうですね。まあ皆さんも多分見たでしょうけど、あの獣道鬼強でしたね。ただの化け物です。確率ガッシュフィザー、しっかりガードしてる。これ要素、これがね、やばいんですよ。あれやばいっすね。あれやばいっす。さあ、ピヨンってしまう。何もピヨンってしまう。ここしっかり、さあ、PA で、あっと腰、今の PA 腰まで、ランダムなんですけど、腰バキバキってやると、あれ多分ね、ゲージがモリモリ溜まるんですよ。あれ押しっぱですね、あれ。マジか。
いいね、さあブロって、さあ垂直ダンベル読んでる、ハイジャンもしっかりケアする、裏からしっかりガードする、初手からガード、さあ足払い、さあルシファーが、さあガン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 いく、行っている、これがルシファー、さあソニック、ソニック投げて、おっと、さあサマーライン、サマールしっかり追い打ち、ルーシーにゲージ状況も非常にいいですよ、さあ打って変わって一方的に、さあ向こうは一本しかないが、投げ返す、移動投げ暴れが早い、落ち着いてガード、さあ落ち着いてガード、ここら辺はキャラ対か、中盤で移動投げ、移動投げ、投げる方向は間違いませんね、さあしっかりとガードして台形飛んでいる、ルグが飛んで球が飛んでくる、さあ怖い、壊せ、移動投げ、さあちょっともつれたか、お互いに強い、ルグ、ルグ刺して投げて、落ち着いて、さあ遅らせ中足、台形しっかりガードしている、さあ重さを出す、ガンガン走っていく、いくつ当てて、あれさあここは王者大抜きを、ルシニーが強い、ルシニーのレミーが抜いていく、これはさあこれで大将よもだ、まさかの5モンスター追い込まれる、クーペレーションカップはこういうね波乱が起きるっていうのはやっぱこれルシニーだって醍醐味、時報ですよね、時報です、ルシニー勢いが止まらない、ルシニー止まらないですね、ここで勢い止めるのか、ヨモダダットリですね、さあただルシニーニュートンになった時言ってました、仕上がったっつっていつも言ってるイメージが、仕上がったって言ってました、なるほど、僕なんかルシニー見てもう仕上がったんじゃないですかって聞いたら、はい、いや仕上がったよって言って、まあでも見た感じ完全に仕上がってますね、はい、うわーマジか、いつだって過去最高のピエロでしょ、そうですね、さあ移動投げ、さあシッカさん、さあしっかり落ち着いている、ピエロじゃないです、ルシファーです、あルシファーですね、申し訳ないです、はい、さあ軽しっかりガード、ルグレ気づいたらなぜか減ってるのはダットリー、これはなぜか体力差がすごく強すぎる、ルシファーゲージを使っていない、さあここが噛み合って上が通って、ダットリーが怖いのはここから、ダートは確かにしっかりしますね、出し投げグラップ、ソニック、ソニック、さあ上取ってコアコアしっかりガード、歩きコアコアガード、コアさあ上がって中盤、さあこれは出ました、なんだと決めポーズ出ましたね、今動いた確認ですかね、今の反動が早すぎる、あれ安息でも勝ちポーズ出てくるんですね、出ました、安息じゃなくてフンヌフンヌの方ですね、フンヌ出てました、フンヌでもフンヌでも出てましたね、なるほど、いやこれ出してもいいでしょう、さあルシニが仕上がっている、さあ試合内容は完璧だ、まさか5モンスターここで消えてしまうのか、ただヨモダダットリーも大概落ち着いている、さあ TC が悪いところはないんじゃないか、さあここは中盤ブローの成功君ダートは確くらい、さあ体力リードはヨモダ、ただ追いついてきた、さあここは屋根が通って屋根屋根、おおマジか、リバーサさあ不意のブローでもしっかり最大ゲージがいっぱいあるので下手にダットリーも動けない、そうですね、ここは距離を取りましたね、ルシニーもブロって壊し壊し噛み合っている、そうですね、まず様子を見ながら球をいっぱい投げて、さあこれは全部取っている、見せていくよ、もうだルシニーがルシニーがルシニー5盾5盾をしていく、ちなみに皆さんこれ見てる方ご存知かもしれないんですが、レミーは割と弱いキャラクターです、弱いキャラですね、いやマジか、いや凄まじいですね、誰がこんなの予想しましたか、ルシニーまさかの5盾、ルシニーちょっといやーほんとすごかったな、マジか、下から数えた組ができたらスタートボタンを押してください、さあみんなが見たい試合どんどんいきますよ、さあ 1P 側超でもないけど精密レミールシファーレミーと、いやもう今日ルシファーはね名のあるプレイヤー全員殺してますから、すごいですね、さあ対するはナインロード MOV 順に、確かにこう抜きを倒したのもルシファーでしたね、はい、さあ2エッドドラゴンの1人を倒し2人目も倒せるのかルシファー、さあ大足がうまく刺してる、サマー切れてる、
さあこれはニュートラ投げサマーしっかり決めて、もう一丁。さあ完全にルシファーペースでルフィで、これやばいでしょ。なんなんだこいつは。すげえルシファー、なんなんだよ。さあほぼ MOV を完封して、さあ2ラウンド目、半端じゃねえな。さあそこは移動投げで裏に持っていった。うわーすげえ戦は。さあ早めに試合の決着をつけていきたいルシファー。さあ思い出していきたい MOV。 ていうか普通にチュンリーと殴り合ってんだけど。すごいっすよね。さあうまい、その下の球がうまい。さあうまいぞ。だーすげえな本当。そこに膝を意識させていくルシファー、漏れなく暗速がついてきます。さあしかし投げが通って MOV 画面端、うわーっとうまく差し込んで中和衝撃かなり減る。さあさあリーブー取ってー、まだ残っている、ね、さすがに取れず、ナインレードここで敗れる。うわープレーオフ B 決勝戦、皆さん盛り上がっていきましょう。お願いします。さあ最後の椅子をかけて、やばいやこれ。やばいっすね。いやこれね、ルシファーはもう本当伝説になりますよ。いやーなりますね。いやもうここまで来ただけでかなり伝説ですからね。どうなってんだ。そう、さあ倒したキャラがダッドリー、チュンリーと、もう半端ないです。さあそしてこの試合もかなりペースを握っているが、さあここは神画面端に持っていって前中からコーク、あっという間に体力追いついていく。そうか、ナイスガード、ダートも立ってました。すごい、さすがルシファー。さあうわー、しかしこれはこれは辛いぞ。運がいい、まだ1位で、さすが2勝マシン。いいよ。さあまず一本選手はカニダトリ。さあ途中までいいペースだったんですがルシファー投げはジャンプ。さあ画面中央に戻っている、ルグで当たる。ちなみに見入っちゃって、見入っちゃいますね。さあショートはナイスガードして、うまいリープもうまく立っている。うわーっとダートに対してイエス、マシリ。さあそしてフンヌ。さあまずはそう、さあしかしダッドリー一発が怖い。うわー、おうまい、しっかり決めている、壊し決めて。さあボーズクロスカウンターにしっかり壊したわ、天才。さあリープ噛み合ったが、そうショートはナイスガード。さあルグで当てて下の皿を投げる。さあソニックマシンが、さあすり抜けていく、こちらもうまい。さあ毎中うまくしのいでいって、さあうおっと、これ飛びが通ったら怖いぞ。さあ画面端をキープしているのはまだカニ。ワンドロー台形だけ効果、しかし負けていないルシファー、半端ない。さあルーで当たるぞ、ダメだこれもう見てらんねえ。さあこれタリックで当たって、見てらんねえこれ。さあどうなる、見てらんねえ。勝ったのはルシファー。すごいすごい、イフの先に勝ったな三上のオロ、基本的にオロに対してリュウのしゃがみ中キックみたいな、はい、アレックスの足割りみたいなやつやっちゃうと、はい、めくりジャンプ中キックがめくって金ジャンプ入っちゃうっていう パターンが基本あるん で、はい、でオロって二段ジャンプもあるんで、はい、正直飛ばれて、はい、あのローリスクなんですよ案外。なるほど、飛んでるオロがね、きつい。うわー、うっそー、ここで投入ルシファー。なんでオロだよ、オロに出すって。もう今日でも全キャラに勝ってるんで。いやいやオロですよ、オールマイティルシファー登場。やばいな、羽が生えています、ダーテンシルシファー。いやこのレミってキャラね、スタンチがね短くてね、なんか弱っちいキャラなんですけどね、ルシファーが使うとね羽ばたきます。ただオロに行くっていう、もうルシファー何でも怖いですね。さあソニック、
さあ三上、さっきの試合は見ていたはず。そんなルシファーに対してどう戦うのか、そこに注目です。もうキャラ差なんて世界は関係ない。そこはピエロがプレイオフで証明してくれている。すいません、ルシファーです。ソニック大パンチ。いや、オロはね、素直にジャンプなんですよ、はい、素直にジャンプで空中戦は小技、はい、で空振りされても反撃安いんで、はい、ただあの離れた距離で打たれると厄介です、はい、これもうダッシュガエルバリの強さに見えるんですが、気のせいなんですよね。黒田さん、ちょっと気のせいです。ルシファーが魔法です。ダッシュガエルに見えるぞ。ルシファーの魔法にかかってます。さあ、ソニック打って、くぐっていく。ルシファー全部見えている。スーパーソニック壊しため分割。お前はダッシュをしているのになぜ出るんだ。スト2レインボーの世界に入ってきたのか。そんな思いをします、ルシファーレミー。あのしゃがみっこ足、ほんと4フレで投げる。いやー、70秒間使い切って無傷のルシファー。無傷ですね、はい、このルシファー戦の基本条件は体力リードをなるべくさせちゃいけないです。それをさせてしまうとね、ルシファーのターンになってるんですよ。なるほど、ルシファー、これ本当にオロが有利なのかと、今日初めてサードストライクを見ている視聴者の皆さんはそんな思いがあるんじゃないでしょうか。今日覚醒して羽が生えているように見えるルシファー。あのね、ソニック1回もね致命的なんですよ、ルシファー戦は。さあ、まだ分からない。三上も負けていない。いない。ソニック、いい投げ。野行かな、もう1個かな、もう1個かな、どうかな、どうする。いや足りない。野行全部見えているルシファー。ソニック、これはガードし、動ける中段。これはでもあまり減らない。2段目の中段ペロン出る。いや、こっから長いですよ。これは三上有利か。三上着地に中段し、隠らせていく。流れなんてそんなもんはないんだ、俺のキャラクターもオロなんだと、そんな自信さえ画面内から伝わってくる。さあ、ルクレが当たって対空が完璧だ。やべ、端っこ来た。あ、ここは立ち回りで宣伝しますね。さあ、立ち回りを意識。そんなルシファー、あった、もったいないけど、なんともいない。ジャンプしてしまいましたね、やはりルシファーのプレッシャーがかかっているといった展開なんでしょうか、黒田さん。いや、どんどん入りなんですかね、ここは。おー、ガード知る。見える、見えている。ルシファー2分の1ですよ。ゴーシダブルトリプル。あ、来た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 。あ、これはでも画面味が近いので、いや、行きます行きます、行けちゃうのか。ルシファー、ルシファーです。おー、ルシファーの流れが羽をも超えていく。しぶといな。おーっと、おー、ダッシュにオーニヤンマ。いや、ルシファーしぶといけどな、ここ。おー、しぶとい、ルシファーしぶとい。いやー、しかし師匠、しかし EX 様、キャラを乗り越えてきましたね。キャラを乗り越えるダンテンシルシファー。鼻をかいているのかポーズをしているのかすらもう僕には見えています。